So, und wieder herzlich willkommen bei Aslan. Ich bin Smatze und ja, wir beginnen einfach und wie immer werde ich wieder stumm schalten. Genießt die Show und viel Spaß, bis gleich. Zume-shou-iki, sbete no yumizuru o kiru no ga ii daro. Hayaku tsuika no yumi o hakobanai to, Hodiru-sama ni okorareru zo.木箱に弓が入っているのか。奴らを倒せば詰所の場所が分かるかもしれない。怪しい奴、ホディール様にお知らせしろ。ホディールに知られてはまずい。伝令は逃さず仕留めなくては。何が目的だ。まさか西の詰所を襲うつもりか。なるほど、 詰所は西か。ここにある弓の鶴を切ってさっさと向かおう。ホディールが動き出す前に弓鶴を切りたいが、兵に邪魔をされては余計な時間がかかるな。そうだ、あの篝火を使えば目をそらせるかもしれない。 火が大きくなる前に消せ。よし、この隙に先へ進もう。なんだ貴様、見つかってしまったか。時間はかかるが倒すしかないな。どうした、何の騒ぎだ。 侵入者か。ここから先には通さんと。兵の数が多い。そろそろ詰所だろうか。あの向こうが詰所のようだな。 見張りが来ないように扉を閉めておこう。敵襲か。見つかったか。ここは強行突破するしかない。全て読めたぞ。ここは片付いたな。詰所の中へ進もう。お前、ここに何の用だ。 奥の部屋か。木箱を開けて中を確認しよう。うまくいった。ナルサス様に報告しよう。 アルスランデンか。何事か、ホディール。ダリュン・ナルサス、その他殿下のおそばにあって殿下の害となる者どもをこれから排除いたします。彼らがいずれ関心となり殿下と祖国に害をなすことは明白です。何をバカな。あのナルサスなる者、何故お父上のご不興を被ったとおぼしめすか。 奴隷制度を廃止するとか、神殿の資産を没収するとか、貴族と自由民に同じ法を適用するとか、過激なことを主張したからです。それは考えあってのことであろう。考え？
あのようなものに国勢を欲しいままにされたら、パルスはルシタニアに滅ぼされるよりもなお悪うございます。つまりお主は私にナルサスやダリューンを捨てろというのだ。いかにも。では聞くが、ダリューンやナルサスを私が捨ててお主を選んだとして、今度はお主を捨てる日が来ないとなぜ言い切れる？ナルサスの悪口をお主は言い立てる。だけどナルサスは私に一夜の宿を与えておいて騙し討ちなどしなかったぞ。みんなすぐにこの城を立つ。お待ちくだされ。せめて殿下のご乗馬の靴輪を我が部下に取らせましょう。王太子殿下に近づくに短剣を隠し持つとは何の言い合ってのことか。もはやこれまでか。皆の者、王太子を捕らえよ。おとなしく出て行かせた方が貴様のためだぞ、ホディル。うるさい、黙れ。このままでは私は逆賊だ。そうなって黙るか。仕方ない。みんなアルスラン殿下を守れ。殿下は私が必ずお守りいたします。どうして争うのだ、無意味だ。剣を引いてくれ。殿下、お強くなられましたな。このダリュウ、どこまでもついてまいりますぞ。道を開けてくれ。アルスラン殿下、ご無事でいらっしゃいますか。
このままでは全滅だ。我々は王太子殿下に着くぞ。何をやっておる。早く王太子を捕らえんか。奴をここで逃がせば我々の命はないぞ。観念しろ。ここまでだぞ。麗しの女神アシエ、我らの戦いにご加護垂れたまえ。お見事でいらっしゃいます。今の殿下ならこれを使いこなせましょう。主の足元にも及ばんよ。王太子を捕らえろ。ここでやられてなるものか。奴らめ、岩に後悔させてやるわ。あの様子、何やら策がありそうだ。放っておくと厄介なことになるかもしれない。ならば俺とお主で奴を追おう。みな殿下を頼んだぞ。兵と共に門を突破するぞ。我が起動せよ。奴らを撃ち取るのだ。ダリュウ、ここだ。私に手を貸してくれ。皆で壊して先に進むぞ。すさまじい迫力だ。お主は敵にとっては死の使者だろう。俺たちも続け。マルダーン、これをやろう。ダリューン、パルス随一の勇者でも不要かもしれない。殿下個人に忠誠を誓えたためだ。守るべきを守る力を。そしてカーラーン、正統の王が即位する。ナルザさん、お主に意見を聞きたい。殿下は
戦をオスロエス五世の意地と言われるそれは俺も考えないといけなかっただが殿下のご誕生の時期から考えた可能性はないそうかバカなあの罠を突破されたというのか門を守れ守り抜けお任せろここは通さんぞダリューン凄まじい迫力だなお主は敵にとっては死の使者だろうよこれで門を開けられるな追い詰めたぞホディユミスミスやられてなるものかさすがは諸侯の一人すさまじい迫力だなくれる逃がしはせぬこれでしまいだyou
私がこのようなところで門罪天使の前にまかり出て生前の罪を告白するがいい。自分は裏切ってはならぬものを全て裏切りましたとな。何をなさるおつもりです殿下。せっかくここまで来たのだ。ホディールの奴隷たちを解放してやろうと思う。さあ行くがいい。お前たちはもう自由なのだから。ホディール様のご意志なのか。ホディールは死んだ。だからお前たちは自由になったのだ。お前たちが殺したんだな、ご主人様の仇だ。殿下。先ほどのことをお考えですか。ああ。なぜあの者たちはあれほど怒ったのであろうか。おそらくホディールは自分の奴隷たちには優しい主人だったのでしょう。ですから奴隷から見れば私どもは仇ということになるのですよ。ナルサス、お主はこうなることが分かっていたのか。はい。なぜ教えてくれなかったのだ。先にそうして差し上げても殿下は納得なさらなかったでしょう。世の中経験せねば分からないこともあると思いましたので。それはお主自身のことなのか。5年前亡くなった父の後を継いだ時、私は奴隷を解放しました。その後王都に移っていたのですが、しばらくして故郷に戻りますと奴隷たちが舞い戻っていたのです。前のご主人様はお優しかった。今のご主人様のように俺たちを追い出したりはなさらなかった。外に放り出されてどうして暮らしていけばいいんだ。寛大な主人のもとに奴隷であること、これほど楽な生き方はないのです。だけどお主は信念に基づいて正義を行ったのではないか。正義とは太陽ではなく星のようなものかもしれません。星は天空に限りなくありますし、互いに光を打ち消し合います。何にしても私の申し上げることなどに左右されますな。殿下は大道を歩もうとしておられる。ぜひその道をお進みください。この頼もしい5人がいつまでこうやって自分についてきてくれるのだろうか。彼らが愛想を尽かさないうちに自分は立派な君主にならなければならない。それで夜が明けましたらいずれの方角へおいでになりますか。東へ。今パルスで最大の兵力を有している東方国境ペシャワールへ向かう。バフリーズ殿と来たらこんなものを託しおって。やれやれ、とんでもない思い置き土産をわしのような無能者に残していかれたものじゃ。英雄王カイホスロー以来続いたパルス王家もまかり間違えばここで終わってしまうかもしれぬ。戦線王ゴタルゼス様の盛んな御世に死んでおいた方がマシだったわい。いたぞ、アルスラーン殿だ。王子の首には金貨10万枚だぞ。殿下、先へ行ってください。ここは引き受けます。ダリュン。ダリュンならば大丈夫です。我々は先に。わかった。殿下の護衛を最優先にし森を一気に突っ切る。はい。はいよ。道中はぐれた者はそのままペシャワールへ向かえ。追っ手の声は聞こえない。振り切ったのか。ナルサスとファランギースは。
はぐれてしまったようですね。進みましょう、殿下。必ずペシャワールで合流できます。うむ、無事でいてくれ、みんな。はぁ、つまらん。ファランギース殿から離れ、王太子の思いとは。ギーブ様、今は私たちだけで殿下をお守りせねばならないのです。気を抜かないでください。わかってるって。真面目だな、エラムは。ギーブ様が不真面目すぎるのです。王子を捕らえろ。一旦逃げるぞ。まだ追ってくるか、しつこい奴らだ。だが、ここならさっきの場所より戦いやすい。そろそろ敵の数を減らしておくのか。ギーブ様、前方にも敵がいます。応援を呼ばれると厄介だな。逃がさず、すべて倒すとしよう。て、敵だ！敵が来たぞ！おっと、行かせるわけにはいかないね。将来は立派な王になりたいと思ってきた。だが、増援を呼ばれては相手を仕切れるかどうか。王子様を守るため伝令兵は全て撃破しないとな。頼もしい限りだ。その力、これからも存分に振るってほしい。て、敵だ！敵が来たぞ！そういえば、エラムは将来何になりたいのか。ナルサス様が決めてくださいます。それまではナルサス様のもとで勉学に励むのみです。そうか、ならば私も一緒に学ばなくてはな。もっといろいろなことが分かるようになるまで。殿下は大いに疲れるお方です。一緒にというわけにはいかないでしょう。ではもし私が大いに着いたら、今まで助けてくれたお礼に、なりたい役職に。私はナルサス様に従ってきたまでです。殿下がお気になさることではありません。ここから先は通さんぞ。もっと兵を呼べ。王太子を捕まえるんだ。見つけたぞ、アルスランだ。報告を急ぎ。しまった、見つかったか。お主がいてくれれば心強い。
これからも力を貸してくれぬか。見つけたぞ、アルスラーンだ。報告を急げ。ギーブ様、石膏に発見されました。美しき女神アーシャ、もはや引くしかないか。観念しろ、ここまでだぞ。押されているぞ。どんどん味方を呼ぶんだ。頼もしい限りだ。その力、これからも存分に振るってほしい。も手が回っていたか。ギーブ様、こちらへ逃げましょう。いたぞ、ここで捕らえるんだ。なんとしつこい。聖書はじめ、敵軍に大打撃を与えてやれ。これも相手の読み通り。禁断な。どうも妙な王子様だな。なぜエラのことをどうだ気にかける。王族ってのは進化や民がどうなろうと知ったことじゃないのかと思ったな。ま、危うくなったら化けの皮が剥がれるかもしれないな。頼もしい限りだ。その力、これからも存分に振るってほしい。幸運の女神アシュ、俺に力を。俺と会ったのが運の月だ。心は引いてやる。見つけたぞ。さあ覚悟しろ。
王族だろ。見捨てるわけにもいかんな。殿下、なぜ私などのために。何を言う。ヘラムを助けるのは当然ではないか。なるほどね。お前などに負けはせぬぞ。頼もしい限りだ。その力、これからも存分に振るってほしい。金貨10万枚の賞金首だ。何としても捕らえろ。ほう、この王子を差し出せば金貨10万枚なのだが、その程度じゃ渡せんね。お前などに負けはせんぞ。金貨10万枚の賞金組だぞ。ようやく指揮官らしい奴が出てきたな。奴を倒せば混乱に乗じて突破できる。頼もしい限りだ。その力、これからも存分に振るってほしい。美しき幸運の女神アシア、あなたの信徒は真のマルダーンとなりましたぞ。お前などに負けはせぬぞ。将軍がやられた。今だ、一気に突破するぞ。先ほどの戦いでは申し訳ありませんでした。殿下をお守りせねばならない立場なのに殿下に助けられ、これでは逆です。逆も何も、友達を助けるのは当然ではないか。友達？私は解放奴隷の子です。殿下と私では身分が違いすぎます。身分などというなら、私は誰一人友達ができなくなる。エラム、私のことが嫌いか？そのようなことは。私はエラムと友達になりたい。もし私が嫌いでないなら、友達になってくれないか？いずれにしても、殿下に助けていただいたご恩は、きっとお返しします。先ほど助かったのは、ギーブのおかげだ。礼を言う。いやいや、そこまでしていただかなくても。ところで、殿下は幼い頃、王宮の外で育てられたのではありませんか？なぜわかった？なんとなくです。うん、私は王都の一角で暮らす乳母夫婦の家で育てられた。他の家の子供と同じように町の家塾に通い、自由民の子や時には旅芸人の子と遊んだ。しかし
乳母夫婦は古いブドウ酒の中毒で命を落としてしまった。それで私は王宮に入って暮らすようになったのだ。なるほど。だから殿下は普通の王族と違うのかもしれませんね。違う？ええ、そうだろうか。ナルサスが殿下に入れ込む理由が分かりますよ。あなたが王になった時どのような国ができるのか楽しみですな。ありがとうギーブ。進もう、ペシャワールへ。騎兵が数十、ゾッド族がペシャワールへの最短の道ゆえここを通らざるを得なかったが、さて族長、こっちです。妙な金仮面をかぶってるとか。金仮面だと？銀仮面。ここはゾットの縄張りだ。金と剣を置いて失せろ。猿とも人ともわからぬ万人になぜ従わねばならぬ。貴様、俺の手にかかって死ねることを名誉と思え。族長が。そんな。おやち、よくも。俺たちも続け。小娘、貴様の名は。ゾッド族長の娘、アルフリード。アルフリードと王族貴族の姫君に使われる名だ。増上マンにふさわしい罰を食らわせてやるべきだろうな。やってみるがいいか。よく動く。だが貴様の手下どもはそうはいかないようだ。みんな盗賊ごときが王の歩む道を妨げようとするからだ。王都であったヘボガカが空に困って辺境の地まで流れてきたか。お主に付き合っていると人外境に近づいていくようで困ったもの。ふっ、せやアルスラーンはどこだ？お主が死んだら教えて差し上げてもいい。できるか？まあ、努力してみるとしようか。こいつらを決して逃がすな！門を閉めろ！やはり閉じ込められたか。まあ、奴から逃れるための。Jo, das war's auch wieder und tja, wir hören uns einfach mal nächstes Mal schon dann. Bye bye.